年重賞ノーザンファーム12勝者大ファーム1勝。悲しい。ノーザンファーム12勝者大ファーム1勝よし、まだほとんど差がないな。テルヤの心境が気になる、誰かインタビューしに行け。去年のセレクトでサラフィナの子が2億いかなかった、1億6000万のは衝撃だったな。あれがノーザンならプラス1億はいくはず。サツキ賞も車代はエアスピネルだけで、ノーザンは10頭以上出してきそう。勝美は当たりをセレクトに混ぜるのがうまい。夫、勝美ノーザンファーム妻、和美年度代表馬息子、俊介サンデーレーシング今日、杉井。5等歳で競り出して育成はノーザンにしてほしい。兄弟だから問題なし、競馬知的障害者に対決してるように見せかけてるだけ、もううんざり、さっさと吉田ファミリーに独占禁止法を適用しろよ。祭りだつぶしとか姑息なことしてたから罰が当たったんだよ W。 追い分けにも頑張ってほしい。夫、アキラはじめ社大ファーム妻、地図撤退馬主の引き取り息子、徹夜社大レースホース、なぜこうなった、ワールドワイドウェブ。十白老とかある時点で全く関係ないよな。ノーザンが社大側とか言っても吉田一族の強さの象徴にしかならない。白老もアキラはじめ、勝美、晴れはじめと繁殖自体は分かれてないか。ベーセールでノーザンと同じく億円繁殖会漁ってるのにこんな差つくとかありえん。なぜか00都市代より育成力落ちてる。琵琶湖にできる社大系の国内最大の外馬屋に期待だな W。 ガリバルディが今年の一番馬というようなやつらだもの、見る目なさすぎ。サラフィナとかケンタッキーオークス馬の子供はどうなるのか。完全に子供たちが仕切るようになったらどうなるか興味ある。さややかわいい。14社大コーポレーション、白老ファーム、社大スタリオンステーションがなくならない限り完全に分裂、枝分かれしたことにはならんな。陽の勝美は日高の生産者とも良好な関係で、日本の競馬界全体を底上げしようという姿勢だが、影の明らはじめはあくまでも社大グループによる日本競馬界の支配。14白老も縮小して権利分け始めてるよ。スタリオンも種ボバによって明らはじめ系と勝美系って言葉が出始めてる。晩年の藤子不二雄みたいなも。育成がゴミゴミ&ゴミ。兄の方は親父の代からの付き合いで派手なことやりづらいとかあるのかね。24ディープキンカメルーラーのノーザンハーツネオユニダメジャーボリクリシャ代か。一向に浮上の気配がないもんね。時間の経過とともにどんどん悪くなってる。外馬屋できても変わらんだろ。あな人が育ってない。牧場の違いじゃなくトレセンの違い。サラフィナしか希望がないな。貪欲さの違いだろう。ノーザンが市場で仕入れた馬は吉田和美名義かひいき筋に持たせてる。モーリス、ジャガーメール、金シャサの奇跡、です。